大さ、沢鉱山。大さ、沢鉱山。小さ沢鉱山とは、秋田県和野市にあった鉱山である。銅や金が採掘された。708年、和銅元年に銅山が発見されたとの伝説が残されており、1978年、昭和53年に閉山した。跡地は、テーマパーク、史跡大さ、沢鉱山として開業している。鉱山は、 鉱物が溶け込んだ熱水が岩盤の割れ目に染み入り、地表近くで冷え固まった鉱脈型鉱床の典型である。新生代新大三期中心世のグリーンタフ、形質結岩に火山岩である安山岩、流門岩、ーサイトが貫入している。鉱脈は500畳あり、平均走行延長300メートル、傾斜延長300メートル、脈幅0.7メートル、 銅の品位は2.4%であった。坑道を用いる坑内掘りによって採掘が進められ、南北 3km、東西 2km の山中に、明治以降だけで 700km、江戸以前を含めれば 800km の坑道が、主林刑事最高峰により、鉱脈に沿って縦横に掘られた。銅のほか、金、銀、鉛、亜鉛が算出された。1889年、 明治22年に岩崎家に経営が移り、三菱財閥が開発を行うようになってから、閉山までの産出量は、銅30万トン、金4.24トン、銀155トンと推定されている。1978年、昭和53年に閉山したが、跡地には先行場、シックナー、シックナー、濁水から個体を、凝集沈殿させる広か型の分離装置。 大煙突等が残されている。これらの近代鉱山施設の移行は土木学会戦用土木遺産や近代化産業遺産に認定されている。また一部は校内や鉱山施設の見学や先取り体験のできるテーマパーク史跡をさ、沢鉱山となっている。2007年には日本の地質百選に選定された。708年和道元年に銅山が発見され、 山金が東大寺の大仏や中尊寺で用いられたとの伝説が残る。1598年、慶長三年に南部藩の北中左衛門のが白根金山を発見し、後に民謡南部牛追歌で田舎なれども南部の国は西も東も金の山と歌われる金山の一つとして開発が行われた。金が枯渇してきた1695年。 元六八年には、銅鉱が発見され、別紙銅山、兄銅山と並び、日本の主力銅山の一つとなる。1889年、明治22年に、岩崎屋、1893年、明治26年に、三菱申し会社の経営することとなり、近代化が図られた。1894年、明治27年には校内に電話が付設され、明治29年、 1896年には、水力発電所の建設により、住宅を含む前山に電気が通った。日本の近代化、戦後復興の礎となった長、沢鉱山だが、不採算と同鉱石の枯渇から、1966年、昭和41年に清涼が中止され、1978年、昭和53年に閉山した。江戸末期、財政危機にあった。 南部藩は御用承人鍵や村井も兵から多額の釈罪を成したが身分制度から来る当時の監修からその証文は藩から承人たる村井に貸し付けた文面に形式上はなってた。1869年明治元年採掘権は南部藩から村井に移されたが諸藩の外債返済の処理を行っていた明治新政府で 大倉大輔の職にあった長州藩出身の井上、薫は、1871年、明治4年にこの証文をもとに返済を求め、その不能をもって、大倉省は、おさ、沢鉱山を差し押さえ、村井は、破産に至った。井上はさらにおさ、沢鉱山を競売に付し、同郷人である、岡田平蔵に、これを買い取らせた上で、14位。 井上薫所有という考察を掲げさせ私物化を図った。村井は司法省に意見を訴えで、司法教であった佐賀藩出身の江藤新平がこれを追し、井上の逮捕を求めるが、長州罰の抵抗で必ず、井上の大倉大輔辞職のみに終わった。これをおさ、沢道山事件という。江戸時代から伝わるおさ、沢鉱山発見の物語が、 大森親山寺次第ゴンゲ記電気の陸中の国数の,の伝説に残されている。1481年、文明13年、お三村の奥の大森山から、翼の差し渡し14広、約20メートルにもなり、口から金色の炎を吹き、牛の吠えるような声を立てる大鳥が、現れ民百症を恐れさせた。お三村の人々がこの大鳥を滅ぼしてくれる。 呂前屋店に祈ったところ、ある時、大森さんの肩で鳥の鳴き叫び苦しむ声が聞こえ、これ以降はこの会長が飛んでくることはなかった。不思議に思った村人が、声の下方を尋ねると、赤沢川が,が朱色に染まっており、その元には、おろちの頭、牛の足を持ち、赤白金銀の毛を生やしたかの会長が傷つき、死んでいた。腹を裂いてみると、 金銀銅鉱色の石だけが充満していた。村長が思うところ、夢に白髪の老人が6度も現れ、新山を開けと告げていたのだが、この山のことであったに違いないと、辺りを掘ってみた頃功績が発見された。これがおさ、沢鉱山の始まりである。人鏡か,か、誰が会長を倒したのかと尋ね回ったところ、大森山の麓に、 獅子の頭のような大石が地中より出ており地がついていたことから、この人石であったものであろうと考え、大森さんは、獅子の体、連なる山々は、獅子の手足であるとして、社を混流し、会長を埋め立て祭り、大森山寺次第権限とした。上記にあるように1978年には、閉山したわけだが、その後も、鉱山跡からは、 鉛などの重金属を含んだ排水が出続けているため、一定の処理を施してから米城側に放水していることになっていた。米城側の鉱山よりも下流側では、大館市の住民などのための水道水を取水する場所などがあるのにもかかわらず処理を怠って、排水を川に垂れ流し、さらに書類を改ざんして、処理を行っていることにして除金だけは受け取っていたことが、 明らかになった。このような行為が少なくとも2005年から2013年まで行われたとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。